はい、皆さんこんにちは。漫画家の島田慎です。アシスタントの斉藤です。アイスです。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回は、うん、プロ絵師だったら、うん、人気作品の名シーン、うん、初心者が描いた絵でも当てられるか検証してみたーというクイズ企画になっております。我ら描きましたね。描きましたね。名シーンをね、描きましたよ一応。まあ、それぞれがですね、はい、2作品ずつね、自分の好きな作品の名シーンを自分なりに描いてきてくれてますので、名シーンと言っていいのか分かんないけど、ね、一応描きました。お互いだから描いてない側と私にそれぞれ出題して、はいはいはい、視聴者さんもよかったら一緒にね答えてみてください。それでは早速やっていきますよ。レッツチキラー。じゃあまず1問目は、僕が出しますね。はい、しんぼ先生と斉藤に送ります。お願いします。いきます。1問目は、こちらの一環になります。あ、これ別にミックスしてるんじゃないよね。うん、これは結構俺の中でのなんか名シーンだよ。待って、なんか S 君のなんかわかんない、なんかわかんないけどさ、なんか一応ヒント画像もあるんだけど、瞬間力はすごい早くない？いや、わかるわかる。いや、わかったよ、これでも。びっくりした、びっくりした。俺の名シーンこれだから。すごいよ。いや、こんな記憶にあったね。私が、ごめん、うん、なんか連想クイズみたいになってたけど、うん、これシーンだったんだ。うん、俺一応シーンを書いてみた。これすごい、これすごいじゃん。いいよね、これ。これやっぱ、これを作品好きなんだ。ああ、そうだな。だから結構記憶に残るんですか。なるほどね。でも気を抜けばシャガールかと思う。気を抜けばシャガールなんでね。わかるけど、ヒント画像も書いてから見る。じゃあわかりました。じゃあヒント画像めちゃ見せてください。一応書いたよ、ヒント画像も。うん、ヒントは、ちなみにこっちで。ああ。ヒントの方がよくわかんない。そう。ヒントわからんこれ。でもさ、でも S 君すごくないこれ。頑張って書いてるでしょ。ちなみに全然関係ないけど、ヒント画像がすごい黒縁に入ってたら恐ろしいみたいな。違う違う違う。なんで黒縁に入ってんだろう。縁がすごい濃くなったから。なんか入ってたこれ。これって作品名答えればいいの？作品名答えればいいの？OK、OK、わかりました。いや、これは結構鮮明に俺はね、覚えてたから、これはやっぱ1問目としてはいいんじゃないかと思ったよ。いや、これはね、なんかすごいうまい、なんかね、叙情的。私の回答は、名探偵コナンの映画で、時計仕掛けの摩天楼、私わかんない、第1回目の映画の、ランとコナンが背合わせて、なんか赤い、赤を切るか青を切るかみたいなやってるシーンで、こう背中合わせて言ってる、でもずっとそばにいるからな、ランみたいなことを言ってたようなシーンだったと思う。やばいやばい。やばい、すごすぎる。先生、あとで言ってた。名探偵コナンですって。正解は、まあ、名探偵コナンですけど、まあ、先生はほんと見事、もう正解ですね。やったー！時計掛けの摩天楼の、そのシーンね。やったー！こう、半分に分かれてて、こう、二人、こう、ね、映画だったんだ。時計仕掛けの摩天楼なんだ、しかも。いや、これが、みんな、私が長年クイズ番組に出たいと言い続けてた漫画家の、漫画家の実力。私、マネージャーさんみたいな人にもさ、何したいですかって時、漫画の仕事じゃなくて、クイズ番組に出たいですって答えてっから。いや、すごい、これ。第2問目、はい、私からの出題です。はい。はい。来い。いくよ。はい。来い、来い。これはね、わかると思うんだ。ああ、そういうこと？え？わかった、これ。これが私の中の名シーン。ちょっと世代的に見てくれてるみんながどうかわかんない。これは、はい、でも知ってるよ、みんな。そうだよね。ここは、このシーンめっちゃ有名だからね。有名、有名。私の回答はこちら、スラムダンクの、うん、安西先生、バスケがしたいです。のシーン。あ、シーンまで書いてすげえ、うん。俺もスラムダンク安西先生だね、これ。シーンまでわかんない。それキャラじゃん。シーンまでわかんなかった。はい、二人とも、これはスラムダンク、安西先生です。イェーイ、安西先生、このシーン合ってるシーン。このシーンは、諦めたら試合終了です。うそ、そっちのシーンか。諦めたら試合終了です。っていうところでした。ヒント画像あったの？ヒント画像は全然関係なく、この作品を知ってもらうためのヒント画像が、なるほど。こちらに。諦めたら試合、そうだよね。余計、なんでだろう。二人のヒントがより出る方が難しくなる。難しくなる。ゴールがあるから。ゴールがあるから。そうだよ。バスケってイメージね。そうだよね。安西先生を見ちゃったから、ああバスケしたやつ出ちゃったけど。安西先生は、ね、諦めたら試合終了ですよ。そうだよね。したいやつはやっぱキャラがいいから。そうだよね。見た時が。そうそう。それを聞いてる安西先生が。先生は聞いてたんじゃなくて、ね、あの心的に諦めたら試合終了ですって。これ課題が聞いてる方ね。うんみたいな。一瞬カーネルサンダースとないです。作品ではない。確かに見える。でもね、案外これはね、
安西先生書いただけで、細かい情報いらずに分かるぞ。なるほどね。分かる分かる。まあ、お互いスラムダンクって来たから OK でしょう。はい、じゃあ次そのまま斉藤さんいい？いいよ、いいよ。第3問目、斉藤さんよろしくお願いします。はい、2人に送ります。はい。これはですね、私の歴史上インパクトに最も残ったシーンです。はい、マジか。当てられるかな？これはね、あでもこのシーンが分かるんだけど、うん、なんだっけこのシーン、どんな瞬間に、いやもう私めっちゃめっちゃ分かる、もうこれ分かる、だからちょっと書いてほしい、いやめっちゃ事細かに書いた方がいいのかな、これはまず、まあ、確かに、ちなみにヒント画像は皆さんが当てた後に送ります、うん、やっぱり、ね、名シーンって言えばねここだった、まあ、確かにな、じゃあ S 君から答えてくれ今回は、OK、はい、いい、はい、これはこれはハンターハンターでゴン大人バージョン、これはカイトが、まあ、あのピトーに殺されて、でゴンが怒ってピトーを倒せる力をくれっつって、あのボワーってもらってるところシーン、あーなるほど、あでもほぼ私も言ってたから、私もハンターハンターキメラアント編のゴン で、 ああでカイトが死んだと聞かされた時、ああ VS ピトーって書いてある、あーほぼ一緒だね、一緒だね、あとラケル、あとラケル、正しくはゴンがカイトが死んだ時に、うん、自分の力が足りなかったせいだって、そう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 、バーってなるし、なるほどね、なるほどね、これはマジで、ごめん、やったやった、名シーンだから、それとも覚えてるね、これはわかるわ、ちなみにヒント画像はこれ、これヒント画像はね、うん、ヒント画像、ヒント画像、シーンとかじゃなくて、やはり作品のための画像だから、やはり平和な、あーでもうまいじゃん、この平和な世界でね。なんでさ、イントロがむずいの？え、イントロすごい簡単じゃん。星の王子様にしか見えないよ。ちょっとキューアでしょ、これ。ちょっとピリピリしてるじゃん。星の王子様なんだよ。おもろい、おもろい。すごい弱そう。静電気しか起きなさそうだよね。強おもろかった。じゃあ、ラスト問題、エスコお願いします。ラスト問題、じゃあ送りますよ。はい。いきます。こちら！あ、もう。もうこれ私すぐわかるよ。わかった。わかった。わかりましたか。うん、わかるわかる。呪われたみたいな。今日ヒント画像はこれこれ一応動画でそのシーンを、はい、めっちゃ再現して作ったんですけど。動画なんてあんの？え、S君が動画作ったの？俺が一応再現して作ったんですけど。ヒント見たい、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 見たい。姉同士が親友で、弟同士も親友で。マリアね、溢れ変わった。とても似ている。いわば一人の人間の男版と女版、その趣味は違いども自分の子になったらいい、将来の夢は世界征服、そんな二人ならちゃんと作りました、私の俺の親友斉藤です、選ぶ友達も似ているに決まっている斉藤兄弟は仲良し、自分の名は仲間ならまあいいかおととぎす、そんなそっくりな兄弟たちが、そんな正反対な親友たちが送る日常ライブ、まもなくスタート。すごい。え？一マスのは作品が売れなくなったらどうしよう。ねえ、今のでバカ売れでしょう。わかりましたか？これで。オッケーオッケーです。これは私は間違えるわけにはいかない。そうだね。うん、じゃあいいでしょうか。はい。はい。はい。じゃあ斉藤さんから。斉藤さんからどうぞ。どうぞ。さあこちらの作品は新本先生の代表作。SSB です。はい、注目してははい、はい、私の、そうですね、代表作 SSB スーパー青春ブラザーズの冒頭シーンになっております。正解です。やったー、ありがたい、ありがたいよ、ありがたいけど、ただね、あの、みんな本物をちゃんと見てほしい。全然違う。あの、エス君のクオリティ低かったけど、よく見たら絵のクオリティ全然違うから。ここで流す権利はないんだよね。そうなの、流す権利はないんだよね。残念なことにね。SSB 一巻の冒頭シーンを見てもらえば、今のが多分書いて、もっとよく書いてあるから。いや、しかし、エス君の努力にビビったわ。みんな聞いてほしい。後で流れるよね。当てれこまで全然聞こえて、弟同士が親友で、びっくりした、びっくりした。ちなみにアニメ編の第13話かなには私が声優として出演している問題文シーンもあるからね、マジ。誰もが恥ずかしい。本当に魔の、魔の時間だよね。みんな知り合いがうつむいて下を向いて、もう恥ずかしくなって。そうそうそう。なんか私の知り合いが恥ずかしくなって。みんな聞いて、新本先生昔演劇部だったからさ、出演するって声優でね、優女出演で出るときにね。楽しみに録画して聞いたの。俺もね、そうそう。うまいんだろうって。言ってうまいんだろう。びっくりした。なんかもうね、あの、地底の底から響き渡るような声が。何のキャラになってたのあれ。あれね、しかわかんない。アニメに出てしか出てこない。オリジナル、ね、ももかってオリジナルキャラクター。人間だよね。でもね、人間がももかって可愛い女の子。顔と声がかけ離れしたの。そのラブリーなキャラだったよね。なんかもっと可愛いキャラだったじゃん。ピンク髪のツインテールの女の子。そのキャラがなんかドスゲッゴセグロい声みたいなね、なんかね、あの、ね、急にね、急におばさんの髪声が入ってきた。
ね、その、ほら、声を取るブースで、何度も何度も私監督からダメ出しを食らってやらされたの。だから監督さんがもう妥協してあれだったんだろうな。そう、食らったんだね。最初、いや、もうちょっと先生、もうちょっとそういう感じで、先生、もうちょっとこういう感じでやりましょうかってやって、私はだから、はい、はいってやったけど、出来上がったもん見てびっくりした、自分でも。うん。すごい、だからごまを吸った結果が、ほえーって形に繋がって、シンゴとの声、これできなかった。いや、もう魔の回。やっぱ逆にあれだけ YouTube ってすごい伸びそうだよね。って思ってね。本当にあそこだけ聞かせてあげたよ、マジで。